医療機関のお役立ち情報をお伝えするウェブリーチャンネルへようこそ。こんにちは、川村慎也です。オンライン資格確認の、開始がですね、半年伸びたというのは、皆様も周知の事実かなと思うんですけれども、半年伸びてどんな風に状況は変わったのかなとか、そういうところも定期的にちょっとお伝えしていこうかなと思います。で、今日はですね、またいつもあの方を呼んで、オンライン資格確認についてお話を伺いました。ちょっと耳寄りな情報がありまして、オンライン資格確認のプレ運用に参加するとお得じゃないかみたいなお話もしますので、ぜひ最後まで聞いていただければというふうに思います。それではどうぞ。今お隣にいらっしゃるのがいつものあの方で、うちのチャンネルで有名な MICT コンサルティングの大西大輔さんです。今日もよろしくお願いします。はい、 MICT コンサルティングの大西です。よろしくお願いします。オンライン資格確認が半年伸びたというのは、このチャンネルを見ている方は周知の事実だと思いますけれども、その辺についてまたちょっと大西さんとこう深くこう掘っていきたいなという時間にしたいんですけれども、まず大西さんがですね、実はテスト運用の医療機関と薬局に取材をしに行ったということを私聞きまして、実際どんな感じだったかっていうのをまずちょっと聞こうかなと思うんですけれども、実際どんな感じだったですかね。たまたまですね、オンライン資格確認が3月末本格稼働に合わせて各メーカーさんが取材をして雑誌に載せるみたいな企画で、インタビューアーをやらせてもらったんですね。一つは、北陸の薬局さん、一つは川崎のクリニックさんに行ってきました。意外に薬局さんとクリニックさんに違いがあって、受け止め方に、ああそういうことねって思いました。どんな違いがあった感じですか。情報不足なところと情報不足じゃないところっていう感じなんですけど、薬局さんは処方箋に病名もなければ検査結果もないんですよ。だから実はずっと長年検査の結果とか検診のデータ欲しいなと思ってたらしいんです。住んでる薬局さん、健康サポート薬局って言って、健康面も全部見ますよっていう薬局さんが多くて、たまたまそこ取材したところも健康意識があって、もともと検診の結果持ってきてくれたアドバイスしますよってやったんだって。実は今回早く参加したかったのは検診結果が見れるようになるからっていうのが目的だったと、もう一つ薬機法が改正されて、お薬の服薬指導がメイン業務に薬局さんってなってて、一元管理、だからお薬の情報をいち早く欲しいので、そこもやっぱ魅力だよねっていうことで、薬局さんの方が実は普及率が高い。だからインタビューの感じも全然切り口が違った。未来に対してすごく期待をしてくれて、なるほど。一方クリニックさんはそこは全然もともともらえてるので、お薬手帳もお預かりできるし、検診データももらえるので、先生たちはそこに対してはそんなに気にしてなくて、それよりも資格確認ミスっちゃって資格過誤の返礼を防ぎたい、もうここの思いから始めたと。その先生面白くてね、僕よりちょっと若いぐらいです、何を目的にしてますかって言ったら、完全受付自動化を目的にしたって。受付さんいらなくなっちゃうじゃないですかって言ったら、受付はコンシェルジェに変えて、実際に待合室で対応したいとか、IT リテラシーの低い人に助けてあげたいって方に人に回したいと。機械でできることはとことん機械にしたい。なるほど。接遇力アップにつなげるってはっきり言ってます。ただ今回自動化まではすぐには行きそうにないなって感じもしたんですけれども、そう取材に行ったのが、4月の頭なんですよ。で、テスト運用の期間中にどれぐらいピッてカードリーダーやりましたって言ったら、見かけないって言われた。それは容易に想像がつくところですよねえ、どういうことですかって言ったら、マイナンバーカードをピッてやるよりも保険証お預かりしますでほとんど済んじゃったって。なるほど。前回の動画でもお伝えしたんですけれども、保険証の確認だけでも、利便性は増すよってことはお伝えしたんですけど、やっぱりそんな感じになってたってことなんですかね。保険証の確認だけで十分効果あるって言ってます。なるほど。やらない人が不思議って言ってます。そんだけ間違ってたってことでしょ、入力ミス。テスト運用のところが50件あったということなんですけれども、これがちょっと拡大していくみたいに私聞いてたんですけれども、これまでプレ運用を1月に募集したんですよ、厚生労働省の考え方としては50件の次は500件、で本番稼働って考えてたらしい。それが50件やってもうちょっとプレ運用を始めた瞬間になんかトラブルが起きちゃった。でちょっとストップになって考え直したのが、プレ運用を増やして
もうちょっとじわじわ型に増やそうかなということで、プレ運用の再開が3月の末に発表されました、はいはいはい、プレ運用募集が締め切られたんだけど、もう一回募集するよっていう告知が出てますね。その告知はまあちょっと概要欄からまあいけるようにしておくんですけれども、うん、プレ運用に参加するとなるとどうなんですかね。参加した方がいいんですかね。そのメリットとかあるんですかね、うん、メリットあると思います。自分たちで接続したりセッティングするのって大変じゃないですか、はいはい、テスト運用の方々は漏れなくメーカーかディーラーが完全サポートしてたんですね。なるほど。繋がるまでやってくれてた。それがプレ運用もまあ引き続き手厚いサポートがあるかなっていう感じがしてて、プレ運用の条件っていうのはメーカーさんがちゃんとサポートしてくれることっていうのも結構第一条件なんで、自分のところのメーカーさんがサポートしてくれそうなところは参加したらそこかな。おお、なるほど。そうそうそう、始まってからだとなかなかもうみんな一斉にやるからメーカーさんのサポートが受けづらいかもしれないから、今プレ運用に参加しておくと手厚いサポートの中でまあ運用ができるということになりそうだということなんですね。そう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 、ギリ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 で行くと殺到して、例えばパソコンの調達ができないとかね。あ、なるほど。セッティングがうまくいかないとか、なんか今半導体が足りないらしい。そうですね、はい、ちょっとパソコンも切迫してる。だからあんまり先延ばししない方がいいなっていうのが一つと、プレ運用するとメーカーさんがうまくサポートしてくれるなっていうのと、いち早く資格確認の利点に、うん、はいはい、得られるって感じかな。いいことを今日聞いたというか、まあ、ぜひこれ、まあ、見てる皆さんで準備が整ったなと思われる方は、患者がたくさん来る冬を越えて、コロナがどうなるかわからないですけれども、少しこう時間の余裕があるこう春とか夏場に稼働させるという意味でもプレ運用にちょっと応募してみるというのはいいかもしれないですね。その他にオンライン資格確認関連で耳寄りな情報って大西さんありますか？補助金が3月末で加速化プランは終わったんですけど、補助金そのものは令和5年まで続くので、今もし間に合わなかった人に関しては4分の3クリニックで補助が出ます。うん、なるほど。今まではオンライン資格確認、顔認証の端末はまあ無料、3月31日までに申し込めばってことだったんですけれども、まあ、そこも継続っていう感じなんですかね。リーダーは無料、はい、それ以外にかかる費用、パソコンの回収とか、それが 42.9 万円上限でっていう設定で、4分の4の補助だから100% 補助だった。今までですね。これが3月31日超えちゃった場合は4分の3補助に変わった。もし今の時点でリーダーがまだ申し込めなかった、間に合わなかったよって方は諦めないでやってほしいな。なるほど。でこれは令和5年まで続くって書いてますね、うんうん、なるほど。あともう一つ、これはね現場に行って気づいたことなんですけど、はいはい、今電子カルテとかレゾコンで OCR でスキャナーで読み込んで取り込む仕組みを持ってる人は、オンライン資格確認と一緒に使うと便利だっていう。どういうことですか？保険証をお預かりして、本来であれば保険証に書いてる番号を入力してオンライン資格確認するんですよね、はい、でその番号を入力する方法ないかなと思って OCR の話をしたら、うちは保険証を借りて OCR でスキャンして後にもうすぐ患者に返すんだね。でそのデータを電子カルテ側でオンライン資格確認しちゃえば別に入力しないけどってはっきり言われて、オンライン資格確認の、まあ、ソフトウェアが入ってる電子カルテって言っていいんでしょうか。それが一体型になってるところがあると聞いたんですけれども、それだとOCR で読み込んでそのまま資格確認できちゃう、要するにもう完全自動化に近い感じですよね。そうですね。で読み間違いが多いのが名前らしいんですよ、人の名前、はいはいはい、だから読み間違いが多いところはオンライン資格確認のデータベースから落とせばいいんで。なるほど。だから OCR のマイナス点とオンライン資格確認のマイナス点が結構補い合えた。おー、それだと、まあ、今までは人がチェックをしてたところ、オンライン資格確認の方がチェックをしてくれる機能も果たしてる、二重チェックが機械で同時にできるようになるかもっていう感じなんですね。そうするとほぼミスはゼロになるから、今ミスが怖いのは社保側のデータベースが不備があって間違ってデータが降りてくるのは、うん、困ったねって言ってた。半年伸びたって発表されてから短期間ですけど、いろんな発見があるなという感じがしてるんですけど、伸びたらなぜか私もそうなんですけど心の余裕ができたような感じもしてですね、その辺どうなんですかね。メーカーさん側がホッとしてるから。そうでしょうね。電子カルテとかレゼコンメーカーさんが駆け込みでやれやれって言われなくて済むようになったっていうのが一つと、リーダーの政策がちょっと緩やかになった。うん、
で今普及率見ても49.7% カードリーダー申し込み状況で、うん、如実に病院なんかは7割 69.5 なんでね、だからある程度申し込みが終わってるんで、ここからも着実にやるってことですね、はいはいはい、で着実にやるための猶予ができたっていうのでホッとしてる。これまではえいやーってやって、ああ大変みたいな状況だったのが、お問い合わせ減って助かるみたいな状況に変わってるんじゃないかな。なるほど、まあ、私としてもえいやーも、まあ、よかった、現場の人はすごい混乱しててそれは申し訳ないんですけど、まあ、誰か旗揚げしないと進まないこともあるなと思いつつ、まあ、この半年の猶予っていうのが大西さんから聞くといい感じに進むな、いい決断だったなみたいにこう聞こえるんですけど、まあ、そんな感じに受け取っていいんですかね。患者さんのトラブルとか医療現場のトラブルが起きてからじゃ遅かったので、例えば一番怖かったのは患者の取り間違いが起きちゃってたとか、はいはいはい、いないとかあったらしいですよ、うんうん、データがないとか、自分の保険証だと思ってマイナンバーカードかざしてアクセスしてみたら川村さんのだったら大変なことじゃない。そうですね、その事故が起きなくてよかったなって感じです、はい、起きる可能性もあったってことですよね、はい、大西大輔さんいつもありがとうございます。はい、はい、いかがだったでしょうか。まあ、半年伸びてですね、まあ、救急としてたところがドンと構えてできるようにこうなった感じがします。まあ、私先ほども申しましたけれども、やっぱりエイヤーでやらなきゃいけないとこっていうのはルールとしては必要かなと思うんですけれども、今回のこう半年の猶予で、まあ、それをですねよりいいものにこう変換していくっていう道筋が見えたのかなというふうに思いますし、おそらくその半年の猶予で先ほどの OCR じゃないですけれども、もっと便利な使い方みたいなところもっと出てくるのかなというふうに思います。またですね、耳寄りな情報がありましたらこのチャンネルでお伝えしていきますので、まあ、ぜひいいなと思った方はですねチャンネル登録としていただいて応援していただけるとありがたいです。それではまた次回。